続いて登場してくれるのはジプシークイーンの皆さんですね。まあ、ジプシークイーンのね、このラオスフェスティバルというのは必ず出演してくれるバンドで、あのアジアを中心に活動しているバンドです。でもラオスにもね、何度も出かけて、私も一緒にラオスのジプシークイーンになっていたことあるんです。そうなんですか、はい、でもちろんビアローもたくさん飲み、美味しいものもたくさん食べね、してきた中なんですけれどもね、まあ、ここでその日本とアジアとの融合というね、素晴らしいステージをまた皆さんに見ていただきたいと思います。はい、ではジプシークイーンの皆さん、よろしくお願いします。
スに行けば今みたいなマウス越えとかあって、タイに行けばタイ語で歌って中国に行けば中国語、ベトナムに行けばベトナム語、モンゴルに行けばモンゴル語というですね、その行った国の言葉に必ず、交流をして、歌を一緒に歌うという活動をしています。ぜひ今日はね、実施というところで帰っていただきたいと思います。次は曲は、今日ほぼほぼ、ラオス語でお送りします。ここ東京の中の今日はここがラオスなんです。ほぼラオス語で歌いますが、次の曲だけちょっと日本語で皆さんのオリジナル曲をお届けしたいと思います。夢の扉聴いてください。
します。ラブダンスさっき踊ってた皆さん見ましたよね。そう、あれが面白いがあって、私1個くらいしか覚えられないので、その1個だけを今から頑張って披露します。踊れる人は一緒に踊っていてください。ダンスの曲でパークさんを
登場したということ。さあここからは皆さん盛り上がっていきましょうね。これからもね、まあなんかあの名曲のね30周年記念バージョンというのが